札幌のたぬき工事に今日オープンしたカプセルトイの専門店、ハッシュタグシープラプラス。札幌駅前のエスタの閉店に伴い移転してきました。たぬき工事っていうのは札幌の中でも中心地だと思いますので、非常にアクセスもいいと、幅広いお客様をに来ていただけるっていうような、そういった狙いがあって出店させていただいたっていうようなところになります。日本人の観光客向けに北海道限定の商品もありますが、アニメや漫画など日本のポップカルチャーのキャラクターを集めたのには訳がありました。外国人観光客です。Various different trinkets and other gachapon that we've all had a go at and gotten the ones that we wanted. So it is. It's actually for my my girlfriend. Sorry. This is my favorite. Kawaii. 道内の観光地の中で外国語での口コミ発信の数は実はたぬき工事商店街がトップ。SNS での拡散を狙ってこの店では新たなコーナーを作りました。お好きな背景を選んでお気に入りの写真を撮っていただけるっていう。 Show my friends. お気に入りの背景でカプセルトイから出てきた商品を撮影するのです。このほかミニチュアの部屋に商品を置いて撮影するコーナーも新設しました。日本のアニメに影響を受けたという外国人観光客がいました。日本語を勉強します。 I want to study Japanese so that I can understand、so that yeah, no need subtitles. 初めて北海道を訪れたというインドネシアの女性は街角でさまざまな日本語表記のサインを撮影していました。お待ちください。切符売り場。道が発表した昨年度の外国人観光客数は新型コロナが流行する前の2019年度の244万人のおよそ3割に当たる69万人。まだまだ増えそうな外国人観光客を日本に呼び込む鍵は何なのか。インバウンド専門のマーケティング会社は、日本の B 級カルチャーといいますか、あのアニメとかに、紐づいたアイテムだったりとかっていうのは、結構人気が高いと。カプセルトイ協会によりますと、コロナ禍で増えた大型商業施設の空きテナントに専門店が進出するケースが増えているといいます。その市場規模は今や720億円。外国人観光客の取り込みを狙うサービスはますます熱を帯びそうです。